はい、皆様こんにちは。ホスピタリティコンサルタントの船坂光弘です。このチャンネルではサービス業で頑張っているあなたを応援するビジネスメソッドをお送りさせていただいております。よろしければ高評価のボタン、チャンネル登録をお願いいたします。今日のテーマはこちらです。部下のやる気を高めるワンオンワンミーティングのやり方と効果的なフィードバックの方法とは、効果的な面談の手順前編です。この動画を最後までご覧いただくと、リーダーと部下との面談の効果的な手順が分かり、部下のやる気を引き出すにはどのようなフィードバックをすればよいのかが分かりますので、よろしければ高評価のボタン、チャンネル登録をお願いいたします。さあ、今日のテーマ、ワンオンワンミーティング、つまり上司と部下との1対1の面談です。このテーマを前編後編の2回にわたりお送りしてまいりますので、ぜひ最後までご視聴いただけたらと思います。上司と部下と面談をする機会というのは、一般的にはですね、半年1回人事評価の時期が来ると、実施はしているけども、その他は実施をしていないという組織を多く目にします。特にサービス業の現場においては、人員不足で目の前の業務に追われてしまい、面談どころではないという店長やリーダーも多いのではないでしょうか。しかしですね、現代においては仕事時間以外の、ノミニケーションといったコミュニケーションの機会も少なくて、業務時間内でのコミュニケーションや意思疎通が求められる中、部下と1対1の面談の機会というのは実は大切なマネジメントの一つです。実際、ヤフーがですね、毎週1回30分必ず直属の上司と部下でワンオンワンミーティングを実施することを仕組み化してですね、大きく生産性を上げたという話は有名な話です。特にですね、サービス業においては人による労働生産性の割合が高く、メンバーの気持ちややる気によって生産性に大きな影響を及ぼします。したがって定期的なワンオンワンミーティングの場をですね、メンバーのやる気を高める機会と捉えて効果的に活用することで、組織の生産性に大きく貢献することを可能にすることができるんです。それでは具体的にどのようにすれば効果的なワンオンワンミーティングが実施できるのでしょうか。私がよく目にするですね、上司と部下の面談というのはですね、場当たり的な面談で、上司の一方的な説教を部下が聞くといった、部下のやる気を高めるどころか部下のやる気を下げる面談が多発している印象を正直持っております。ではどのようにすれば効果的な面談が実施できるのでしょうか。ポイントとしては、まずある程度の面談の流れをですね、フレームにして、それに従って面談を進めるということが一番シンプルで効果的です。そして面談の場作り、空気作りも重要なので、1対1できちんと向き合える場所を設定しましょう。それではワンオンワンミーティングの手順を6つのステップで解説をさせていただきます。時間はだいたい20分前後の面談を想定しております。まず1つ目、ねぎらいの言葉、常日頃の感謝を伝える。まず最初にすべき大切なことは、部下への日頃のねぎらいの言葉、感謝の言葉を伝えること、つまり部下への承認を示すということです。〇〇さん、いつも一生懸命仕事に取り組んでくれてありがとう。〇〇さんの頑張っている姿、いつも感心して見てるよ、といった声掛けを冒頭にすることで、これからの面談をお互いが話しやすく、内容を受け入れやすくすることを可能にします。まずは最初にねぎらいの言葉、感謝の言葉をリーダーは恥ずかしがらずに、部下の目を見てきちんと伝えてください。そして2つ目です。仕事でうまくいっていることを聞く。〇〇さんが思う、最近仕事でうまくいっていることって何ですか、という質問をまず最初にします。面談といえばですね、問題や課題を中心に話すイメージがありますが、まず最初にうまくいっていること、良かったことを聞くことで、この場を前向きな場にすることを可能にします。その際に上司は部下のうまくいっていることや頑張りに対してですね、それは素晴らしいね、それは頑張ったね、といった称賛をするということも忘れてはいけません。そして3つ目、仕事でうまくいっていないことを聞くということですね。〇〇さんが思う最近仕事でうまくいっていないことは何ですか、と次に質問します。今度はうまくいっていないこと、解決したい課題を部下に聞くということです。そうすると部下はですね、例えば最近受注ができていない、時間管理がうまくできていない、などの答えが返ってきます。
ここでのポイントはまずうまくいっていることを最初に聞いてポジティブな感情のままこのうまくいっていないことを聞くように心がけましょう。そして4つ目がうまくいっていない理由を聞くということですね。次に〇〇さんが思う最近受注できていない理由は何だと思いますか、〇〇さんは時間管理ができていない原因は何だと思いますかといった具合に部下がなぜうまくいっていないのかという原因を部下に考えてもらい、そして答えてもらいます。この時点で上司がすぐに解決策を一方的に演説を始めてしまうケースがあるんですけれども、これは NG です。ここは聞くに徹しましょう。そして5つ目、解決策を部下に問うということですね。そして理由を聞いた後にどのようにすれば受注が獲得できるようになると思いますか、どのようにすれば時間管理が今よりもうまくできるようになると思いますかという質問をします。ここではですね、解決策を部下に考えてもらい部下の中にある答えを導き出すというのが重要です。この魔法の問いというのがですね、このどのようにすればとかですね、〇〇さんはどうすればいいと思うという質問です。このどのようにすればという質問はですね、部下の問題や課題というマイナスな思考を解決方法に向ける魔法の質問なんです。この質問により部下はもっと接客したお客様にフォローを積極的にすべきだと思いますとかですね、朝自分の予定を書き出してから仕事に取り掛かることで時間管理がうまくできると思いますというように自分なりの解決策を考えて答えてくれるようになります。このようにですね、上司からあれはああすべきこうすべきと指示されるよりも自分で考えて出した答えの方が実践度解決度は格段に上がるんです。そして6つ目、上司からフィードバックをするということです。ここで部下からの解決策の回答に対して上司からのフィードバックを行います。私が思うにフォローも大事だけどもっと提案力を磨くべきだと思うよとかですね、私が思うに予定を書き出した後に時にですね、そのところにですね目標時間も書いておくといいと思うよといったフィードバックを相手が萎縮しないように笑顔でライトな感じで伝えます。ここで上司が気をつけるべきはあくまでもフィードバックであり説教ではないということです。部下がこのフィードバックを前向きに受け入れて明日から主体的に頑張れるようなフィードバックにしていきましょう。このようなワンオンワンミーティングの流れのフレームがあるとですね、上司部下にとって有意義なミーティングの場となります。ここで最後にもう一度、ワンオンワンミーティングの手順を確認しておきましょう。1つ目は、ねぎらいの言葉、常日頃の、感謝を伝えるということです。で、2つ目が、仕事でうまくいっていることを聞く。そして3つ目が仕事でうまくいっていないことを聞く。そして4つ目がうまくいってない理由を聞く。そして5つ目が解決策を部下に問う。そして最後6つ目が上司からフィードバックをする。ぜひこのフレームで面談をしてみてください。次回の動画ではこの動画の後編として上司から部下への効果的なフィードバックのポイントを解説いたしますので、ぜひ次回もご視聴いただきたいと思います。ザ・ホスピタリティチームではこのようなサービス業の現場で抱える問題や課題を解決するコンサルティングや研修のサービスを提供しておりますので、お気軽にお問い合わせいただければと思います。いかがでしたでしょうか。この動画が役に立ったなと思われた方はぜひ高評価のボタンをお願いいたします。またこのチャンネルではこれからもサービス業で頑張っている皆様を応援するビジネスメソッドを毎週お送りしてまいりますので、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。そしてザ・ホスピタリティチームでは、サービス業の課題を解決する研修やセミナー、コンサルティング、講演のサービスを提供しております。よろしければ概要欄をご覧ください。また私の著書、接客サービス業のリーダーにとって一番大切なこと、 PHP 研究所より発刊されております。こちらの情報も概要欄に、ご覧いただければというふうに思います。それでは最後に今日もあなたの笑顔でお客様を笑顔にして貢献を喜びに変えるこのホスピタリティでですね、輝きのある一日をお過ごしいただきたいと思います。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。